あ、こんにちは。おかえり、おかえり、やっほー。皆さん、おかえりなさい。こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。前髪が。こんにちは。メイクをしようと思ってたんですけど、間に合わなかった。こんにちは。こんにちは。さあ、星投げスタートだー。イエーイ。星投げなんだけどー。こんにちはー。こんにちはー。寒い。膝掛け、膝掛け。てってれってー。ああ、歌いたい。なんか歌いたいな。こんにちは。ででん。ででん。てってー。こんにちは。さあ、今から皆さん、1時間。お付き合いよろしくお願いします。月1イベント実施中、参加中、たくさんコツコツと星を投げてカウントしておしゃべりして楽しいルームにしていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張っていこう。ありがとうございます。ペンタマニアさん、ヘンタマニアさん、ありがとうございます。これショールームしながらメイクってありですか？ おう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 、チキンコージさんやっとこれた。ありがとうございます。あ、バス移動してる、してたんじゃなかったっけ？ね。ご飯食べましたか？皆さん。ありです、ありです。ありあり、メイク配信ということで。メイク、あんまでもね、そう、あと、あれ、本当は眉毛のちょっと脱色したかったんですよ。この眉毛の。色を抜く？ちょっと薄くする感じ？髪色に合わせて。したかったんですけど、時間なかった。ご飯食べてて、つけ麺食べました。化粧配信は結構やってる子多いよ。え、そうなの？そうなんだ、そうなんだ。じゃあ前もやってみようかな。メイクどころか食事しながらもあります。へえ。そうなんだ。わーい、星投げ。え、じゃあ、男性に興味があるのかわかんないけど、一回やってみようかな。今ね、私基本的に、まずはっきり言うと、メイクにそんなこだわりないです。パクパク食べてる人も、ありなんだ。じゃあ、メイク配信しよう。私これ、今ね、残念ながらすっぴんじゃなくて、間に合わなかったんですよ。メイクしようと思ったんですけど。だから、肌と口しか今してなくて、着替え配信も。まあいいや。じゃあ、お昼、夜は皆さんとおしゃべりするっていう時間にしようかな。これですね、ミシャ。ミシャってやつ。もうこれだけ、一塗り。これ一塗りで、目の下からポンポンポン。クッションファンデ？竹内まゆクッションファンデ使い中。使用中。結構つく、1個で、ほら。それをポン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 ってして、
伸ばしていく。すると、これめっちゃね、いいよいいよとか言って、男性の方ばっかりしか見てないよね今。うんうんうん、なんかめっちゃツヤツヤになります、これすると。マイマイの鼻が可愛い？私鼻コンプレックスなんだよ、なんか低いしさ、低くてなんかちっちゃくて、整形をするなら鼻を高くしてみたい。しないけどね。こんな感じ、ツヤ感。おでこもちょっと塗ったんだけど、軽くポン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 、真ん中から外へ、真ん中から真ん中から、トン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 。で、私ここがすごい赤みがあるんだよね。あ、だるま投げてくれてる、意外だ。俺も鼻好き、マイマイの鼻が好き。嘘でしょ、やだやだ、めっちゃコンプレックスだよ私。なんか鼻がすごい大きい子とか鼻が高い子とかと並ぶと、すごくなんか、うん、シュンってなるシュンってなる。はい、肌はこれで眉も完成ね、こだわりないでしょで、次眉毛ね。眉毛はね、鏡見てやりたいな。うちの下のボックスちゃんにちょっと、あまりにも辛いからショールーム禁止した。どういうことどういうこと、どうしたのどうしたの、寝言言いながら。ウッチーさんどうしたんですか、ん、今までショールームで、あらあら、なんかあったんですね。あんまり気にしちゃダメですよ、悪口とかあんま気にしない方がいいよ、大丈夫、マイがいるよ、マイとマイのファンのみんながいるから大丈夫だよ、みんな優しいから。大丈夫だよ。うっちーさん元気出してね、マイがいるよ、マイと竹内チームがいるからね、竹内チームに入って、うっちーさんも。じゃあ、ハラピョンさん、自分の理想と周りの評価は違うからね。そうなんですよね、顔の評価がね、顔の評価というかね、そうなんですよね。お、楽天カードさん、だるま500個受け取ってありがとうございます。受け取りました。コンプレックスと思ってるところが好きだからファンになると思うよ。いやうちさん、はい、わかった、よかった。うん、マイマイの目とほくろがかわいい。え、どっち、こっちこっちこっちさ、なんか口元にあるとセクシーっていう人とさ、あとなんかあの、なんだ、おしゃべりっていう人いるじゃん、それ、おしゃべりの方嫌なんだよね。あとはなんかノリついてるよって一回あの幼稚園の時園長さんに言われたのがすごい記憶に残ってる。あ、ポイント100万超えた、嘘、100万ポイント達成、みんなみんなの
のおかげだ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。何ちゃんだろう、これ。ほうちゃん、まいまいこん。ありがとうございます。今東京か拠点ですか、それとも伊勢。今は一応東京を拠点にしてやってます。はい。なんですけど、割と三重とか名古屋でのお仕事もさせてもらってます。はい。パチパチパチ。あ、誰も1000個突破。すごいすごい。びっくりぽんや。ありがとうございます。みんなありがとう。8888、パチ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 。小さい頃に言われたことがショックで記憶に残ることあるよね。そうなんですよね。これね。あとなんか小学校の時は、口に、ほくろがあると、おしゃべりだから、何々ちゃんとかには、なんか内緒話しない方がいいよ、みたいなやつあるじゃないですか。それがちょっと気になって。でも口元にあるとセクシーですねっていう人がいて、私は救われましたよ。はい。自動投稿ってどうやるの？自動投稿ってどうやってやるんですか、皆さん。あ、椎名林檎さん、わざわざほくろ書いてたくらい。あ、でもメンバーでもいました。メイクとかすごいなんか、なんだろう、大好きな子たちはわざとなんかここら辺とかに涙袋みたいなのを足したりとか、口とかにこうほくろツンツンってやったりとかするみたいですね。確かに自動投稿した、知りたい。誰か自動投稿の仕方を知ってる方、教えてください。ん、やすすさん、カウント、50カウント完了。あり、ん、こにゃにゃち、こにゃにゃちは。目元さんのほくろは本物でしたか？わかんない。誰だろう？ほくろがあるかないかで化粧の濃さがわかるよね。あ、そうなんだ。50終わり。ありがとうございます。カウント終わったので戻ります。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。自動投稿、漢字の違いや。ちょっと眉毛描きます。よいしょ。私眉毛描くのが一番苦手かも。見えてないっていうね。ちょっと待ってね。トン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 。眉毛細いとさ、やっぱり三重のヤキンって、ヤンキーって言われちゃうからさ。これよく落ちるんだよな。眉毛描くやつが欲しい。眉毛描けてる？ほくろのある人の方がモテるとか聞いた。うっそー！やった、モテるじゃん。ヤンキー感は否めない。あ、検索してみたら、自動投稿はアイテムを一定数連続で投げるとシステムが投稿するみたいです。だって。その手鏡、近くのです。これ？これ私がシールペタペタ貼ったんだよ。 ウケるっしょ。これね、100均の鏡なんですけど、それをね、買いました。
ちょっと眉毛描きますね。なんか鏡で見る感じとここで見る感じと違うんですよね、やっぱり。ここ足りないよね。ここ。わかった、これだ。あ、ちょっと待って。オリンピック見てます。オリンピックね、前もさっき見てました。あまりわからん。前は何歳から化粧を始めた？元は何もなし。元は何もなしです。全部シール貼ったんですよ、これ。全部シール。シールだよ。ヴィーナス、ヴィーナス。キュアロゼット、キュアロゼット。私多分黄色い戦士が好きですね。強い女の子。はい、ぼかしてぼかして、うん、うん、私毎日二重のなんか線が違う。朝起きたら二重の線がいつも違うんです。今日はこれらしいです。よいしょ。そんな細くないよね。間違えた、そんな太くないよ。次次、逆側も。あっという間にお目目バッチリ。仕事に戻ります、やすさん。あ、また来てください、ありがとうございます。移動中だけどトンネルで途切れまくり。あらあら、ノブリンさん、マンマイエロー見たかったな。あっという間にお目目バッチリ。マイマイピンクなのに。そう、でも私がキャラクターになるときはピンクいつも違うんだ。そうなのか、そういうものなのか。いや、そういうもんなんですかね。美少女になるための研究はまだしてるの？してます。化粧をしてなくても大きいのはすごい。あ、目が？そんなことないよ。ちょっと左側の眉毛描きます。このさ、これで見ると分かりやすいね。ちょっとこっちの方が長いんだ。でもね、前髪で見えないんだよな。よいしょ。光がこっちの方だったった。こんな感じ？歌っちゃった。てってって。描かなくても眉毛あるよな。ありますあります。私ちゃんと眉毛生やしてるもん。ちゃんと濃いから。で、鼻が低いから高く見えるようにノーズシャドウ。でんでん、でってって、影を入れて鼻を高くする。チャキーン。はい、そして一筋の光を私にシャキーン。ちょっと立体感を出すために頬の上にも乗せたいと思います。失礼します。はい、そしてそして次は
次はとか順番めっちゃおかしいんですけど、アイメイク、アイメイク、アイメイクしたいと思います。コメントに対する反応とギフトに対する反応のギャップが面白いです。え、どういうこと？くっきり眉毛に仕上げていくノーズシャドウ、そんな技が鼻高く見せるやつや。そうやで、一筋の光っていうんやで。これを涙袋は意識しないの。今から目やります。目まだやってない。まえちゃんはすっぴん可愛くて化粧すると美人。もうそういうコメントいっぱい読んじゃうからね、本当に。なんか可愛くなってるな。ふん。でもファンの皆さんはメイク濃いのがあまり好きじゃないことを私は知っているので、濃い色を塗りません。うん、今のニキビこれぐらいかも。ニキビ跡ですね。もうニキビない、消えた。アニメのキャラクターって鼻低いっていうか天しかない。確かにそれめっちゃわかる。ファン心理がわかってるね。いや、私どれだけファンの皆さんに言われたことか。むっちゃ細かいんだけどね。やべ、これ絶対来いって言われる。やばい。トン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 。あれ、この色だったら、あれ、これこんな濃かったっけ。まあいいか、知らねえ。確かにメイクが濃いと叩かれるよね。いや、叩かれるというかファンの皆さんによく言われてたんです。私メイもっと薄かったらいいのにみたいな、濃くしすぎだよって言われてたんだけど、そんなことないんだよ。みんなとやってること変わんないの。私本当に、シャドウです。シャドウ、ちょっと白っぽいのを混ぜて薄くしますね。女性が綺麗になるためのメイクはいいと思う。男性、男装したらイケメンやろな。目がかっこいいよ。ありがとうございます。コメントはそんなこ、そんなことないって否定して低みな、低めなのにギフトには幽霊みたいなくらいの勢い。ギフトビビるもんだって。みんな勢いがさ、すごいからさ。ちょっと待ってね、こうしたら見えるかな。ワイのアイメイク、二重の幅にピッぐらい、二重の幅をオーバーするぐらい塗ります。こっちも白いの足しとこうかな。まあ、シャドウはこんなもんでいいやろ。薄めにしようと思ったのは入って何年目くらい？わかんない。めちゃめちゃ言われるようになってからかな。てか薄めにしようと思ったんじゃなくて、全部ブラウン系に変えました。だいたい目の、まあ大体濃いって言われるのって目元じゃないですか。で、目元は、目のメイクって、アイシャドウ。今やったこのアイシャドウと、アイラインと、あ、来た。マスカラね。この3つなんだけど、この3つを、が全部ブラウンにしたんですよ。これ全部ブラウンにしたの。
これがもともと全部黒だったんですよ。でもブラウンにすることによって全部なんか色がぼかされるというか、同じことしかしてないんだけどぼかされるっていう形になって、なんかナチュラルになりました。そしたらで、今から下の目元いきます。そういえばいつからメイクし始めたんですか？いつからメイク？私ダンス習ってたからね、でもね、遅かったよ、割と。小4、小 5？ 小5ぐらいかな。小5ぐらいからメイクし始めましたね。でも基本的には、アスメイク。で、今から目の下から。ここは、なんかよく白い色とか塗る人が多いけど、私的だよ、これ全部個人的な意見ですからね、あくまでも個人的な意見です。は今上と同じ色塗ってます。こことここ同じ囲みメイクっていうのかな、なんて言うんだろう。どっちで塗ったっけ、こっちか、あれどっちで塗ったっけ、意外と色が薄いブラウンだと目の下がはっきりする、目がパッとする感じかな、こんな感じ。そうすると目がなんかふわっと大きく見える感じが伝わりますかね。でもダンスやってた時はなんかそのイベントとかダンスのコンサートみたいなのをやる、ショーをやるときとかにメイクしてたから、なんか普段のナチュラルメイクみたいな、お出かけするときのメイクとかっていうのあんましなかったかも。ちゃんとしだしたのはもう本当に高校生からかな。高校生はやたら、メイクしないと外出れないからみたいな感じだった気がする。で、目尻はちょっとだけ濃いやつを下に。私はどちらかというと釣り目なので垂れ目な感じにします。眉のマジどうでもいい、いつものメイク、日常メイク。はい、これが眉の目ですね。こんな感じ。シャドウ完了です。次、アイライン。アイラインは全部には引かなくて、この目尻のここら辺だけしか、目尻しか引けません。こんな感じ。ちょっと目が長くなる感じ。あのね、まあ、全部にやっちゃうと濃くなる、私の場合は。だからこの目をちょっと広げるか大きくする感じかな。これぐらい？マジ自然な感じで。昔はこう跳ね上げたりとか、釣り目の人はこうめっちゃ下げたりとかしたんですけど、目の流れのに沿ってやる感じ？的な的な？よいしょ。目はこんな感じです。でね、まつげはね、今まつげパーマって上げてもらってるので、わかりますか、自然に上がってる感じがする。あ、鼻低いのバレる、やだ。そうだから、まつげは印象変わりますよね、こうするとね。でも目尻だけ、ほんとここしかアイライン引いてない、これ。でも茶色だからなんか濃くならないんだよね。それで泣いたら黒い涙出るかな、わかんない、ウォータープルーフだからどうなんだろう。ちょっと待ってくださいね。今何時？あ、もう半だ、やべやべやべ。まつげくるんくるん。はい、
で、マイが好きなマスカラ、これも茶色。茶色です。よいしょ。めっちゃ悲惨な映像だったらマジでごめんなさい。なんか空とか見といてください。すすすすす。まっすぐ塗るより、なんかちょっと、なんかブレて塗るっていうのかな。と、よくつきます。で、ママに教わりました。で、目尻はしっかりめに。はい。こんな感じ。片方やるとこんな感じになります。で、次、逆側ね。そう、茶系で統一。こっちの目の方がまつげがすごい下がりやすいんですよ。多分ね、目のね、目の関係、目の二重の関係かな、わかんないんだけど。そう、だからまつげパーマしてあげてます。こっちはすごい上がりやすい、もともと。右側かな。だから薄めにつけます。はい、できた。下のまつげは最近やってない。下やるとね、結構変わるんだけど。うん、下はいいや。はい、まつげするとこんな感じです。キラン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 。あとチーク。チークなんか違うのがいいな。結構違うね。変わった、変わった、だいぶ変わった。そう、メイクする、まあこんな感じですね。まあメイクしたら誰も変わるよね。これ、黒のアイライン。これね、なぜ黒を買ったかというと、絶対買わないんだけど、これセーラームーンのやつだから買っちゃいました。でも普段あんま使わないけど可愛い。どっちにしよっかな。明るい色、オレンジ系のが良さそう。どっちの色がいいかな。顔的にオレンジだな。ピンクオレンジ。今日この子お休み。見て、ブラシだけね、ちょっとね、博報堂っていういいやつ買った、昔。メイクに口出しする男は嫌？いや、嫌じゃない。全然嫌じゃないよ。嫌じゃないけど、なんか、なんだろう。なんか、なんだろう。批判するのはあんま好きじゃないかな。けどなんか、こうした方がいいと思う。俺はこっちの方が好き。みたいなのはいいんじゃないかな。あんまり高めにあげない。2個。この方に つける。はい、笑ってとかってよく言うやつ。2個。高めにすると、ちょっとおバカさんっぽく見えちゃう。はい、こんな感じ。
私入れとくか。高いやつ、お高いやつでもね、これね 3,4 年使ってるよ。超長く使ってる。しかも私化粧品全部プチプラ、あのデパートコスメ、デパコスっていうの全く持ってない、一個も持ってない。あ、これぐらいかな。あとこれ韓国で買ったマックのリップ、でもマジで本当にそれぐらい、全部全部薬局で売ってるようなプチプラ。なんかリップとか、これはファンの子からもらったやつだけど、めっちゃいい。なんかね、婚活リップらしいよ。前のメイクもう完成です。私こんな感じ。うわ、日差し入ってきた、眩しい系。うん、終わり、メイク終わったね。濃くないでしょ私。濃くないっしょ。お高いのあんま使ってないから、逆にお高いの分かんない。安いのばっか使ってるかも。けど肌荒れたり してないから大丈夫。肌荒れたら使わないけど。でもこれいつも通りじゃない？こんな感じです。前のメイク、ちょっとすごい太陽の日差しが、私カーテンしてないから。いつもの前前完成、こんな感じです。劇場はいつもボディークリームの匂いがしてた。嬉しいね。女の子じゃん、女子じゃん、めっちゃ。出来上がり、出来上がり、うん、かわいい、やったね。ありがたいですね。ポイントがどん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 と上がって、差が開いていって、ファンの皆さんといつもの前前笑、まあ割と変わるか。こんな感じっす。三吉さんにキャバクラの人気者と言われた。あれか、あれさ、めっちゃいいやつ、いいやつってかいい匂いだからね。キーの今どっかにある、これかな、これは、これ甘いやつだ。プレーズ、こっちや。じゃん、あ、もうこれないじゃん。うん、これ本当にいい匂いなの。フルール、オーパラディスっていうやつなんだけど、オーパラディかな、オーパラディス、オーパラディ、めっちゃいい匂い。なんか俺香水じゃないんだよね。握手会でもつけてた。普段結構つけてる。なんか少量でめっちゃ香って長持ちするんだよね。これめっちゃいい匂い。フレーズ。でも前のおすすめはフルール。フルールおすすめ。あ、でも今甘い方が好きかも。いいね、いいね、使おう。最近香水という、香水を、香水じゃないな、これなんだろう、フレグランス的な感じ、
甘い系。あ、そうそう、ノブリンさん正解。オーパラディ、そう、 AUX。 私最初読めなかったんだよね、オーパラディ。こんな感じ。40分です。あ、やばい、あっぶね。それ買って枕にシュッシュして竹内まりさんのように感じをしてください。ぜひぜひしてください。そうそう、三吉さんが言ったキャバクラかどっか飲み屋の姉ちゃんが超いい匂いしててって言ってましたよね。三吉さんね、三吉さんモテそうだな。飲み屋行ったら盛り上げ大将、隊長だしね。初恋の人が使ってるシャンプーとか買っちゃうよね。いや、買ったことないっす。水吉さん、また新しい彼女できたの？すげえな。モテモテじゃん。すごい、いっぱい今日もギフト投げてくれてますね。ひでぎさん、チョコレートありがとうございます。ゆかずきさんもありがとうございます。バラありがとうございます。ドバシさんもありがとう。ハートありがとう。のんじんさん、いいねありがとうございます。おもちちゃん、ハートありがとう。あとチョコレートもありがとう。今日チョコレート買おう。お、東京着いた。一緒ですね。なんだかんだ言ってマスコミ関係の人だもんな、三吉三吉って面白いな、ファンの人のコメント。東海ラジオに CD 持って行ってみるとか、あ、ありですね。名古屋行ったら CD。 今からちょっとお出かけします。女子旅行じゃないな。チョコレート買ってあげたい。買ってください、チョコレート食べたい家にゴディバーのチョコめっちゃあるから食べてる。いいな、チョコレート。てかゴディバーってめっちゃ良くない？あ、この前コディバ食べた、めっちゃ美味しかった。さっき原宿に着いた。あ、いらっしゃい。最近の水吉さんはあやめろをおもちゃにしている。マジか、あやめろがおもちゃ見てみたいな。あ、チロルチョコでいいです。ってか、チロルチョコがいい。チロルチョコめっちゃ好き。ギリチョコ賛成派ですか？ギリチョコ賛成派。全然、ギリチョコ、いいと思う。ギリチョコってさ、ってかなんか気持ちだよね、気持ち。うん。カカオ 95% が好きです。すごい、カカオ 95% は買ったことあるけどダメだったな。辛い、なんかうっってなる、喉がシカシカする感じ。70、80ぐらいが限度かもしれない。 70% が一番美味しく食べれるかな。70、80。マイマイの顔のパッケージいらんいらんいらん、眩しい。ギリチョコもらえそうにない。アピールしよう、アピール。だってまだあと3日あるよ。
女子はまだ作ってない。てか私も作ってないし。ブランデー飲むときはチョコ食べる。かっけえな。ブランデー飲むときはチョコ食べる。いや、私チョコボリボリ食べたいんですけど。ああ、まぶしい、まぶしい、まぶしい。太陽圏だ、これは。45分、あと15分です。湯の間からチョコ欲しいよ。舞さんの形のだるま可愛かった。待って、何？え？だるまってなんだろう。クリリンのことか。顔の形のだるま、なんだっけ、なんだっけ、クリスマス、あ、こけしが、こけしじゃないかな、あれ、全然可愛くなかったよね。申し訳ないけど。だるまもあったんだ。そっか。あ、だるまあったね。あったあった。イベントね。あれし、知らなかったし。あんなものが作られていただなんて。キラン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 、パチ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 、クマだ。クマだ。おもちちゃんがクマくれました。クマ投げてくれた、ありがとう。マイマイってナルト読むの。読ま、あ、う、家にある。弟が持ってます。弟の部屋も漫画家、漫画喫茶。ありがとう、愛を込めて。ありがとうございます。でもね、あれだよ。なんだっけ。ナルトの好きなキャラクターはガーラです。ガーラが好き。かっこよい。投げちゃった、わら。いや、わらじゃないよ。ありがとう。あ、チョコレート来た。嬉しい。ありがとうございます。今話すのがどうなんか分かんないんですけど、15日が最終日じゃないですか。なんですけど、15日に私なんとですね、 ZIPFM の生放送のラジオに出させていただくんですよ。ちょっと詳細が今パパッと言えないからあれなんですけど、なんで15日はもしかしたら、そこである、あの歌を
歌わせていただきます。ちょっと待ってくださいね。ちゃんと詳細細かくして言えばよかった。これの、変則的になりますか？そう、生放送の時間なんですけど、ちょっと待って。夜の7時台とかだった気がするんですよね。夜中にミキちゃんがやってると思うんですけど、それじゃなくて、今ね、詳細調査中。これさ、前みたいにメールが来るわけじゃないからさ、自分でパパッと言えないところがダメですね。これかな？でんでんここかな？これかな？詳細は、私はまた言いますわ。あ、いやでもこれだな。そう。そう、土橋さん正解。ファブロスライドかな？ちゃんと言えない。そう、20時25分から。あ、もう出てんだ名前。リアタイで。ファビュラスライト、ファビュラスライドに出演させていただくので、その時間にスタッフさんに生配信をしていただいていい、もうそれを撮影していいのかどうかわかんないか、ちょっと最終日だけど移動しちゃってるから、配信ができるかどうかっていうのが怪しくて、これは三重でも聞けるやつですよ。ZIPFM の、15日8時25分から「ファビュラスライド」っていう、番組名で、生歌歌います。はい。なんでこの前本当に声がガラガラしてたんで、出れるかも本当分かんなかったので告知ができなかったんですけど、ただこのイベントというか、このラジオが、間違えた、ラジオじゃない、このイベントの最終時間が21時59分じゃないですか。で、生放送が8時25分からなので、20時またがっても最終日大丈夫だし、まあそうですね、もしかしたら20、あ、間違えた、14日の深夜、だから15日になる深夜にまたいで、時間に、その3時間分を使わせていただくことになるかもしれないので。ちょっとまだ予定がちゃんと組めてないというか、スケジュールをちゃんと整理してから皆さんに配信時間はお知らせしようかなって思うんですけど、そう、なんで1週間のババっていう決めたやつができなかった、
お教えすることができなくて、毎回毎回前日のってなってたんですけど、よくこれに対応してくださって本当にありがとうございます。すごいね、緊張してます。結構はい、歌そこで生歌で聞いてもらえるように、いろんな方に聞いてもらえるように、また告知もしようと思っているので、ツイッターでちゃんとしっかりしたなんで聞いてください。はいね、はい、まあ歌は今すごい頑張ってる、あの歌を歌おうかなと思っているので、ぜひ視聴予約してください。はい、ぶつけ本番の生歌だからね、まいちゃん頑張ってって言われたんですけど結構プレッシャーだって出てる人結構すごいですよ。名古屋を中心に活動されてるヒップホップのラップの方も多いんですけど、前回 AK さんとかも出演されてたりして、怖って思ったんですけど、話の流れで出たいですということで出れちゃうことになりました怖いよ、頑張るよ、なんかそれまで喉を守ってはい行きたいと思います。喉もせっかく治ったことなので、あと3分、ああでも今日も1700人、この時間帯で来てくれる方がだいたいこう2000人弱、2000人超えたりとかすることが多くなって嬉しいですね。歌の練習配信は無理かな。いいけど相当うるさいからここじゃできないよねたくさん来てくれて嬉しい、ありがとうございます。なんでなんかこうなんだかんだ配信しながらこうバタコさんな1週間でとてもありがたいですね。で今日は前々から予定してた約束もあるので友達との、すごい充実してる1週間にファンの人がしてくれている今日この頃。さああと今58分ですね、まもなく終わりの時間になってしまいました。また告知とかたくさんいろいろすることがありますので、ツイッターをぜひ皆さん要チェックという感じでお願いします。1位おもちさん、2位楽天カードさん、3位秀樹さんでした。はい、あー終わっちゃうよ。それじゃあみんなまた今日は夜にお会いしましょう。またね、ツイッター見てね、ありがとう。また夜にね、バイバーイ。